今日はストロークの、コツを教えたいと思います。まず4拍子の曲だった場合、この動きが、基本になります。これが、8本が入った場合、1、2、3、4した方がいいかっていうと、リズムキープができるってことなんですね。これをもし腕も8分でやっとるとしたら、こうなっちゃうんですよ。チャンチャカ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 、これになっちゃうとリズムキープはしづらいんですね。なんで、細かくすると、これでも腕はこのリズムで動いてるんですね。